くしゃる温泉、源泉かけ流しの高級旅館、5000。5000坪の敷地に立つ、つつじ邸。客室はわずか10室です。約3000坪の自然林を、野趣あふれる庭としています。早朝の露天風呂では、日の出を見ることができます。野生のカモシカやリスが、姿を見せることもあります。湯畑源泉と、万代港の掛け流しです。お部屋のお風呂も源泉掛け流し、天然温泉です。いいね。草津温泉の中心、湯畑からは徒歩1分の近さです。歴代の将軍は草津温泉のお湯を江戸城まで運ばせていました。将軍、お組み上げの湯。長屋のお湯は、草津最古の白旗源泉。源泉。2人の湯守が、24時間最適な温度に調節しています。いいね。創業、慶長4年、多くの文人に愛された豪運。出店者一句や小林一茶も訪れています。多くのお花で彩られている館内。内閣総理大臣賞を受賞したフラワーデザイナー、土屋和隆の作品です。すごいねー。昔は湯畑に面していましたが、現在は3分ほどの高台に移転しました。6種類の湯船で温泉三昧。すごいねー。2019年8月にオープンした湯畑からは3分の近さです。草津温泉で最も評価の高いお宿です。貸切風呂、光。地上地区で湧き出る、希少な地上源泉を貸切で味わえます。かぐや姫のような気分です。貸切風呂、合わせ。低温から高温へ、温度の違いを巡ります。草津に伝わる伝統的な入浴法、地蔵源泉です。オーベルジュとは、フランス語で、料理自慢のホテル。ケイは、日本料理をベースに、土地の恵みを生かしています。
の案内役を務めた手の字や草津温泉発見伝説のお宿です。湯畑からは歩いて1、2分の距離にあります。品高い、料亭の風格を秘めた全12室の宿。1204年の歴史と伝統を誇る自家源泉天然岩風呂御茶の湯。自然に打ち付けた適温の温泉がそのまま湯船に注がれます。熱くて入れない草津温泉がそのまま入れる奇跡の湯船。時空を超えてこの温泉を発見した奇跡を思います。